はい、本日も PC ゲーム、バイクレースゲーム、ライドのワールドツアーを撮っていこうかなと思います。前回ですね、ミドルウェイトグループの、最後の1個手前4シリンダーですね、こちらが終わったという形で、いよいよこちらワールドネイキッドバイクということで、このミドルクラス最後の、セットっていうんですかね、グループをやっていこうかなと。いやーこれね地獄ですね。なのでまあ今回もって言いますけど、これ何日後に、今このコメント撮りをしている何日後に、実際アップできるのかというね、ちょっとあれな感じですよね。どうしようかな、これ2つに分けた方がいいのかな。全部で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13レース66ぐらいに分けるか。これそうすると前半が1、2、3、4、5、ここで終わりかな。で後半が、チャンピオンシップ2つの、チームレース2つという感じがいいのかな。いやきついっすね、なかなかきついというような形で、ミドルウェイト最後のね、ワールドネイキッドバイクやっていこうかな。で乗る車種は、昨日終わったと確認したら今まで買ったやつでやれたので、あのデュカティストリートファイターストファイですね、こちらで走っていこうかなと思っております。では早速レースの方に行ってみましょう。
team races are races where the final result depends on the finishing places of two riders racing in the same team.
はい、ということで、なんだこれ、ワールドネイキッドバイクスの、なんだろう、最新ワールドネイキッドバイクスですね、こちらのチャンピオンシップの、初戦セットをやってみまして、ここで前半終了という形にしようかなと。残りがチャンピオンシップ2が3戦、チャンピオンシップ3が3戦の、あとはチームレースが、2つということで、全6の8戦ですね。ということで後半戦が長くなるような形になるという感じでしょうか。いやなんか途中で1回ライドが落ちちゃってやべ続きどうなるんだろうと思ったら、なんて言うんでしょう、途中からやるかどうかって聞かれたので、やるぜってやったらなんかユニフォームがですね、今元に戻りましたけど元に戻った、全員真っ黒っていうね、なんだろう、このレギュレーションでつなぎとヘルメットとかグローブは全部一緒じゃなきゃダメなのみたいな感じの異様な感じになりましたね。いやーライドね、ちょっとやっぱり不安定な部分多いですよね。まだねここら辺がね治ってくれたらいいんですけど、元 GP も結局治らないで終わっちゃったので、まあもうちょっとね不安定さは若干残るのは仕方ないのかなという感じですね。ということで PC ゲームバイクレースゲームのライドの、ワールドツアーの、ミドルネキッドバイクミドルグループの、ワールドネキッドバイクスの前半戦を撮ってみました。ありがとうございました。はい、それではですね本日、ご紹介させていただいたライドの買い方 PC 版ですねの方を、ちょっとご紹介させていただこうかなと思います。まずは、Steam も知らない人もいるかと思いますので念のため、そこから行こうかなと思います。使っているブラウザーで、Steam って打っていただくと、まあいろんな検索結果が出てきて、こういう画面クリックしてもらうと出てくると思うんですね。でこちらで出していただいたらですね、右上の方に緑色で Steam インストールっていうものがありますんで、インストールしていない方はまずこちらインストールクリックしていただいて、PC に Steam をダウンロードしてください。で終わったらファイルの方を開いて、インストールという感じですね。でその後、アカウントを作ったり何やらして、Steam のソフトを立ち上げてください。今回はウェジの方でやっちゃいます。で、全部終わったらですね検索画面に、ライドと打っていただきますよいしょ。そうするとですね一番上にライドと出てきましたのでクリックしていただくと、でそうするとですね Steam の、中のライドの、ショップっていうんですかね、なんていうんだろう、まあそういうライドの、スペースというかそういうところがありますので、そこが出てきます。でこんな感じでプロモーションムービーがあったり画像があったりっていう形なので、おこれを見ておお面白そうじゃん買おうかなみたいな風に考えてもいいんじゃないかなと思います。で下の方ですねホイールスクロールダウンしていただくと、ライドゲームを買う、ライドデジタルデラックスエディションを購入する、シーズンパスを購入するというものがありますので、本体だけ欲しい方は、4580円の、このライドゲームを購入する。なんだライドゲームってちょっと不思議ですねで、なんかいろんな、まあこれに関してはちょっと欲しい人は自分で調べてもらうしかないんですけども、デジタルデラックスエディションいろんなもんごちゃ混ぜセットっていうものもありますんで、こっちの方がいいよっていう人は6500円ください。でシーズンパスっていうのは、このゲーム用のダウンロードコンテンツっていうことで出てるんですけども、まあこれからもダウンロードで追加の車種とかコストが出てくるかもしれませんので、まあ、それが細々と398円とか1000円とかいろんな値段で売られるとは思うんですね。でそれらをシーズンパスを1480円で今のうちに買っとくと、後々出てきたダウンロードコンテンツは全部お金を取らないで自動的に、買った皆さんのパソコンにもうダウンロードして起動した時にインストールして遊べるようにしとくよっていうような便利なものですね。ただ1480円より下回る可能性も、例えばこのゲーム用のダウンロードコンテンツで今2つ出てるんですけど、これで終わりになってしまうと、まあ、39%39%で約400円として800円なので、1480円でもし買ってこれで終わりになると明らかに損
ということにもなりかねなくはないので、まあ多分それはないと思いますけどね。なので、ここら辺は、現状単品で良ければライドゲームを購入するだけの4580円だけ払う。でもすでにこのゲームのダウンロードコンテンツでヤマハのヒストリカルバイクス、まあ、あの昔のバイクだとか、ヤマハの2015年モデルのバイクがもう欲しいんだっていう人は単品で買ってもいいし、その後のコンテンツもどうせだったら買うからっていうことであればシーズンパス買っちゃってもいいのかなという形ですね。まあ、その前提の前にこのゲームちょっとやってみないとわからないという方はライドゲームを購入するの右の方行ってもらうとデモダウンロードっていうものありますんで、こちらダウンロードしていただければ無料でネバダ2コースを楽しむことができますので、まずねやってみるのがいいんじゃないかなと思いますね。はい、そんな感じでしょうかね。まああとはここら辺にシステム要件とかに入ってますんで、まあ見ていただいて、条件に合ってるんだったら買われるでもいいし、合ってなくても買うからいいしっていう人はまあいいですけども、まあぜひ参考にしてみてはいかがかなと思います。はい、ということでですね、本日は、PC ゲームライドの Steam で買うを撮ってみました。ありがとうございました。